です。こちらの本ですね。影響力の武器戦略編、この中にね、例は病院で書かれてますけど、予約制ビジネスで予約を取ったお客様に対して要するにすっぽかされなくなってくる、すっぽかし率を 70% 改善できるという方法が書かれているので、それを2つ合わせて話したいんですけど、診察予約を念押しする携帯メールの文面に患者のファーストネームを入れると、それだけで 57% もすっぽかしが減る。面白いことに患者のフルネーム、例えばジョン・スミスや継承スミスさんを入れても全く変化ありませんでした。効果があったのは患者のファーストネームを使った時に限られたのです。そしてまあ2つ目、患者は消極的にではなく積極的に予約の設定に関わるようになる工夫。具体的には次回の診察日時を患者は自分でカードに記入するよう受付担当者に頼ませた。4ヶ月以上このやり方を試してみたところ、このやり方を採用したグループのすっぽかし率になんと 18% の減少を見られた。つまりこの2つの方法をやるだけで たった2つやるだけで 70% か 80% の改善が見られるので、非常に有意な方法だと思うのでね、読んでみてください。それでは。